浄土宗は令和6年開宗850年を迎えます。浄土宗しばらくは離れて暮らすことロトな、次会う時は君という字に。しばらくは離れて暮らすことロトな、次会う時は君という字に。コロナウイルス感染症に会えぶ、ただいまどの機関紙を見ましてもコロナに関する記事がほとんどです。ある小冊子に紹介されていた短歌がただいまの歌であります。誰が読まれたのか不明ということですが、実に現在の状況下をうまく表しているなと感心しました。この歌にある君という漢字を分解してみると、カタカナのことろと何になるというのです。今の予断を許さぬ状況下、誠に窮屈でやるせなく、不安不自由なすすべもなく、いかんともしがたい私たちの心境です。法然上人が仰せになられた比叡山黒谷での愚道時代のお言葉に、悲しきかな悲しきかな、いかがせんいかがせんとあります。法然上人が戒律を守る、心の安定知恵の生活、この三学を仏道とすること以外に、すべての人が救われてゆく御教えを求めて苦しみ悩み続けられたご苦労の大きさや、その深さは他に比較するに値するものではないものの、今のコロナ禍にあえぐ私たちに、いかがせんいかがせんとのお言葉が我が身にひしと響き伝わってくるように思うのです。100人が100人、千人が千人、皆お浄土に往生させていただける御教え、これを求めて法然上人は20年を超える年月探し尋ねられた御教えであったのです。何一つ仏道修行もなし得ず、罪の作り同士、悪にまみれた愚かな凡夫の私たちが、このままで往生させていただけるというお念仏の御教えを世の中に広めるために浄土宗をお開きになられたことは、法然上人のご法号の中にはっきりと示されております。この世の中はいかなる幸せも喜びも楽しみもいつまでも続かないことは、この世に生きてきたもの、すべてのものが身にしみて自覚していることであります。それでもがむしゃらにこの世の儚い夢を追う私たちは、今こそ早く決着の目を開き、永遠に変わることのない真実の幸せを求めていくことが安らぎの生活となるのです。西方極楽浄土への往生こそがそれなのです。法然上人は悲しきかな悲しきかな、いかがせんいかがせんと悩みに悩み、苦しみ苦しんでお釈迦様の説かれたお経をすべて五度加えて、その注釈書を三度読破されたのであります。その
お書物の中に浄土宗を改修される決定的となる中国唐の禅道大師の漢無量寿経書を手に取られて揺るぎない絶対の確信を得られたのであります。いついかなる時もひたすらに南無阿弥陀仏とお念仏をお唱えし、毎日繰り返し申し続けていくことこそお浄土へ往生できる決定的な証行である。そのわけはお念仏による往生こそが阿弥陀様の願いであるから、という御文をいただかれて確信を得られ、浄土宗を立教改修されたのであります。お念仏を申せばお浄土に往生させていただいた暁に阿弥陀如来様に直々に相まみえ親しくお導きいただけることは無論、ただいまもお念仏を申せばシャバにいながら阿弥陀如来様と毎日離れず差し向かいでお育てお守りをいただけるのです。儚い人生にあってこれほどの喜びは他にないのです。まさにお念仏から始まる幸せであります。冒頭の歌に戻りますが、あの君という漢字の意味は広く種々ある中で、私たち凡夫のために西方極楽浄土を建立してくださった阿弥陀如来様のことと受け止めることができるのです。お念仏を申す生活の中で、コロナ禍であっても離れ離れではなく、阿弥陀様と片時も離れず共暮らしができるということは、不安が安心に変わり、まさにお念仏から始まる幸せを喜ばせていただくことができるのです。南無阿弥陀仏、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 南無阿弥陀仏。